ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカトリトンやっていきたいと思います。そうですね。まあ、トリトン、まあもうね、まあ言うまでもなく、めちゃくちゃ強いです。まあ、ぶっ壊れまでいかなくても、やっぱね、ちょっとね、強すぎるぐらい。同じですね。ってことで、いきたいと思います。トリトン。よいしょ。ペッカトリトンなんですけどね、もうペッカの後ろにね、つけるだけでね、強い。そう、あのね、まあ、ペッカエリキにちょっと似たような感じなんですけど、まあ、アイゴレの逆サイ誘導とか、遠目に出されたマスケとかをね、全部引っ張ってね、ペッカでジャギーンって感じでいけるんでね、結構ね、強いです。はい、ってことで、よろしくと。まあ、とりあえず最初はね、あとね、トリトンでね、今結構マジアチャ環境なんですけど、お、これ起動できる。ベジューン、よいしょ。OK、OK。で、結構マジアチャ環境なんですけど、そう、なんかね、ファイボが減ってっていうのも、スパーキーが増えたり、そうなんだろう、ディガポイが増えたりして、呪文がいい感じに散ったんですよね。そのライトニングになったり、ポイズンになったり。もともとはファイボがね、めちゃくちゃ多かったんですけど、まあ、これ、ジャイスね。てな感じで。はい、ということで。ちょっと待って、今、あ、疲れちゃんでって言ってたからね、ちょっと笑っちゃった。そんな感じで。まあ、ファイブを切った後に、マジャチャでしばきつつ、あー、このゴースト完全するやめてー、はい、オッケー、いきます。これババ。まあ、これで、まあ、プリンスが来るだろうって感じなんですけど、来なかったね。まあ、来ないでしょうって思ったっすけどね、俺は実は。はい。で、とりあえず序盤は、ね、こんな感じでイチャイチャして終わる。で、マジアチャ環境っていうのも、グラチャルとかでね、めちゃくちゃマジアチャが多くて、でトリトンってマジアチャでキング起動できるんですよ。そう。なんで、それが強くてね。あ、雪玉でよかったな、これ。逆サイ来るかな。粉ウィー。え？マジ？落ちてる？これですね。強いのが。マジで強い。で、ファイボなんでね。おつつつつつ。で、このね、ノーダメっていうか、このね、突進をね、なかったことにするんですよ。トリトンの力で。これが強いですね。トリトン強いポイント。その1ですね。じゃあ、その2はない。ちなみに。はい、ということで、ね、この形も強い。これ言ってほしいな、ちょっと。で、とりあえず、ケツトリトンとかですね。で、これで、もう、はい、強い。はい、強い。あ、エリア触れちゃった。あはって感じで。とりあえずこれで、ファイブをね、打たせないように。ちょっと、工場と話して、まあ、エイム良かったら当たるって感じで、エイムが良かったんで当たりましたね。はい。って感じで、まあ、こんな感じで、ね、ちょ、イチャイチャしていき、まあ。はい。で、まあ、ファイブ切ったんでね。で、この位置、覚えてください。この位置に出すね、逆サイ釣れちゃいます。よいしょーん、つって。よいしょ。で、これね、寄せてあげることによって、トリトンがね、あとビヨーンって引っ張ってくれるんで、はい、強い。はい、強いです。はい、どうも。って感じで、まあ、ファイブ切ったんでね、まあまあ、まあ、来るでしょうって感じなんでね。よいしょ。まあ、これはディガーが来そうな顔してるんで、まあ、来なかったですけれども、言うてますけれどもね。まあ、こいつ邪魔なんで、ちょっと一回消しちゃおうかなっていう。びっくりした。今、ライドラがチェーンしてんのかと思った。で、これプリンスとか来たら嫌なんで、はい、まあゴボリですかね。で、この辺にトリトン出してあげて、よいしょ、あー、感電しちゃった、感電しちゃった、いえ、全然入んないけど、あ、入ってた、はい、って感じで、結構たまたま勝てる感じの、よくない。これよくないわ、ごめんなさい。たまたま勝てる感じだ、よくない。はい。まあ気づかない間にね、勝っちゃうのがね、トリトンの強みです。あと、ゴーストが、情報されたことによって、まあこの枠ね、好みなんですけど、ダックリでもいいんですけど、まあ、ゴーストが情報されたことによって、今みたいにね、結構たまたまっていうか、この気づかないうちに、俺すら気づかないうちに、なんかタワーが削れて折れるみたいな感じなんでね、結構いいですね。言うて使ってたんですけれどもね。まあ、ダックプリが 1.1 になって範囲攻撃がね、1.2 から 1.1 になって、で、ゴーストが 0.8 から1になってね、そう 0.4 下がったのが、今 0.1 しか差がないんでね、よきよきパラダイスですね。はい。で、感じで、とりあえず、スケってことは、まあ今の環境もクロス一択ですね。はい。100% クロスです。
スケ見たら 100% クロス覚えておいてください。で、スケアイゴレ、もうどうせ後ろからアチアチじゃんって、ほら、はい。もう知ってるからね、俺クラスになってくると。とりあえずこれね、なんか出てくるんでね。そう、なんか出てくるのはね、分かってたんですけどね。なんで実質勝ちみたいなのがあるんですけど。いや、それは良くないなぁ。でもこれ、アーチャニングが、スキニングが、挟めるんかなぁ、それ。やばいか、これ。さては。うわぁ、やべぇ。これやべぇな。これね、ちょっとね、呪文じゃないと回避できない感じだの、香りが漂ってたんで。ちょっとね、マジで調子こきましたね。あそこを高めに出さずに行ってよかったな。まあ、とりあえず、もう一回、で、ここで、またなんだ？アーチャーがないので、ケツアイゴレもないので、まあ、そんな感じですね。おしまい ISP、直回で C のからの、テスラを立てて、スケで囲むと。もうテンプレですね。はい。OK、OK、知ってる知ってる。オッケーオッケーって感じ。で、もし来たら、こうトリトンからの、エレキトリトンで、エレトリで。全然いけない。やだーやばいやばいやばい。頼むから許して。許して許して。許して。許して。お願いだから許してほしい。もう嫌なんですよ、クロスだけは。俺本当にもうアレルギーですよね、マジで。クロスだけは本当に。ちょっと待って。あそこですね。あそこポイズンで守ったところからちょっとおつらみポイントが高めでしたね。いや、つれー。これ5をかわすからね。やべー。これなー、マジで。許せねえんだよな、これが。これに5を打ってくれって願います。よいしょ。まあ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 。これでね、アチャニングを。これね、ワンチャンあるんでね、マジで。うちの。よいしょ。こうね、トリトンでね、ちょっとワンチャン掴めるんですよ、マジで。このよいしょ！いけ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 。全然ダメ。マジでクロス、マジでさ、ちょっとさ、よくねえんだな、ほんとに。いっけ！一発、あ、前のペッカなら言ってた。悲しみのね。ここマジ強いから。こっからが。こっからがマジ強いから。はい。もうね、香ってるね。ファイボの匂いが香ってる。もう何なんすか、マジで。クロス、ほんとに。グッドゲーム、ほんとに一応しとくか。いや、マジクロスなクロスなって感じなんですけど。ごめんなさい、でもあそこ多分、俺が途中で、マジアチャをシャシャって出さなければね、ペッカで守れてたんで、ちょっとごめんなさいって感じで、最後マルチ行きたいと思います。トリトンね、カンストしちゃってるんでね、もう、やっぱ、あれしてるよな。ああ、はい。もうスターパーまでつけちゃってるんで。とりあえずは、もうトリトン使っときゃええ、みたいな感じなんで、まあゴーストとかね、流していき、本当はね、ゴーストのね、起動とかね、またやりたいんですけどね。マジアチャ。はい。トリトンいろんなもんキング起動できるんでね。リクユニット、ジャイとかゴレとかそういう感じのリクユニットと、あとは、これペッカつけちゃいます。これっぽい顔してるんで。はい。まあいいや。これ別に、だって、どうせこれでトリトンで起動すればいいんで、別に何も言いたくないですね。はい。もうノーダメで、あっぴょーんつってキング起動したんで、これ、はい。あ、でもこれダメだ。キング起動した後に、した後にのやつだ。でもこれ、全然、頼むから、早く引っ張ってトリトン、トリトン、トリトン、トリトン！まあ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 、この程度で済んだなら良きでしょうと。キング起動した意味とはね。こんな食らうなら、ここら辺にトリトン出して逆サイ持ってくればよかった。トリトンね、そう、ゴレとか守る方法2択あって、逆サイに持っていくっていうね、択もあるんですよね。そう、逆サイに持っていくこともできるし、今みたいにキング起動することもできる。で逆サイだと、なんだろう、良き感じに散らばるので、今みたいなダメージは受けない。てか、そのゴレを溶かした後に、そのね、次のミニペとかもね、今来てたミニペとかも逆サイに連れていくことができるんで、そう、そこはね、よきよきポイントなんですけど、ね。で、これでまた、逆サイゴレ誘導かな。いちいちな逆サイゴレ誘導を予測してトリトン。これだ！俺がやりたいのは、ガシェンと、あ、これやばい、これやばい、これやばい、こっち連れてきちゃった。連れてきちゃった。
こうやってこれ読んでたまである。さては、それプロ、それ作詞。あー、爆破食らった。最悪なんだけど、マジで。カチッ。あ、俺のすべて、俺のすべて失った。まあ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 、ライトで消えなさそうな顔してるんで、どうしようかな。まあ、トリトンで逆性連れていけるんで、これでもう、トリトン連れてきちゃいます。よいしょ。はい。もうすべてなかったことになるんだよ、これで。で、これ、ネクロとかも逆性連れてきちゃって、はいはいはい。はい、全処理、全処理、全処理。あ、そこに打った。それ終わりっすよ。終わり。で、これでトリトン出すじゃないですか。はい。全部ペッカが縛いちゃうからね、これ。よいしょ。やばい、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 やばい。やぶねえやぶねえ、やぶねえ、やぶねえ、やぶねえ。まあ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 。これもうキングコースなんで、これゴースト控除して終わりっすね。まあまあまあ、とりあえず笑っておきましょうという感じで、まあこんな感じですね。結構なんかもう逆性連れてきて、今みたいに、もうトリトンがなかったら負け格みたいな状況も、トリトンでね、形作るだけでね、ポンポンポーンってね、相手のタワー折れるんで、結構いい感じですね、使用感。うん。てな感じで、今日の動画はね、こんな感じになるんですけど、そう、昨日なんかケンツとかとミラティブの話してて、なんか、俺ちょっと入りが長かったんですよ、今まで。この説明こういうのがあって、って。まあ、それも丁寧でいいんだけど、みたいな感じで。ちょっとね、入り短い。ポロンさんとか結構、テンポいいじゃないですか。バブバブって、あいつもんです。今回は、これ、使っていきたいと思います。って、頭あんま似てない。今回は、までしかね、知らないんですけど。まあ、そんな感じでね、ポロンさんとかも、パンパンパンって、ってことで、いきます。パンパンパチーンって感じでね、行くんで、ね。まあ、それを真似してね、テンポよく、今日からテンポよく行きたいと思います。ということで、今日も終わりたいと思います。また、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、こっちはねえや。こっちはねえや。テンポ終わり。